カカカカ強っは、こんにちは、こんばんは、ハルです。今回はフッティーズアイコンカカを使っていきたいなと思います。スキル5、逆足5の選手になってます。5-5になったカカですね。久しぶりの特殊かと思いますね。すごく能力高くなってますね。特に決定力めちゃくちゃ能力上がってるし、レーサーも98まで、いっていると。で、ペースも95まで、上がってますし、フィジカルも強くなったというふうなことですね。で、プレイスタイルに関してはプラスが4つついてます。高精度、テクニカル、ラピッド、トラップですね。まあ、なかなかいいんじゃないかと思いますし、他はクイックステップとか、あとはシールド、とかついてますね。で、今回ケミストリースタイルはエンジンをつけて、使っていきたいなというふうに思います。じゃあ、それでは試合に行きましょう。はい、当たりましたんで、行きます。いや、カカー、まあ、カカ好きな人もね、多いでしょうから、いきなりの SBC でびっくりしたんじゃないかと思います。自分もカカは好きです。知ってます。まあ、かなり強化をされたんじゃないかな。ゴラッソ以来に、ね、なりますので、久しぶりの強化カードかなと思います。しかも SBC。で、今回は 4-3-2-1LF でいきます。まあ、ST でもいいんですけど、やっぱ今週打っていきたいんで、左からの今週。これあるんちゃうかと。これがあるんちゃうかと思っております。さあ。さあどうか。まあ、あとはカカはね、ゴラッソ、またサンダースラックの時に、使ったんですけど。あ、いい、いい。あ、テクニカル。パスいいね。あ、PK。あれ、カカ強い。あれ、カカ強くない？ファビーニョが蹴るな。カカだ。うちのカカなめんな。これ絶対ど真ん中です。カカ来たー。いいね。ポストを見つめてこんばんは。さあ、カカ。どんどん行こう、カカ。あと、決定力はね、ゴラスト、サンダーストラックの時はね、高かったんですよね、普通に。なんか別に TF いらなくても、あ、よく決めてくれるなっていうシーンがね、多くて。まあ、冷静さ大事やなって改めて思える選手ですね。で、ドリブルが若干、まあ、重たかったんで、そこがどうかですけど、まあ、能力も高くなってるし、一応エンジンね、つけてるので、そこがどうか。結構ね、重かったんですね、サンダーストラックの時も。だからラピッドとかついてるから、まあ、サンダーストラックの時からね、ついてるから、そのスペースに抜け出した後はいいんですよ。でも細かいところで持った時にちょっとこう重さが感じられる瞬間がねあるんで、抜け出したら早い、抜け出したら早かった。結構特殊カードがね、いろんなカードが出て、現環境、まあ、毎回のその環境の中で強くなれる選手なんで、値段もね高かったしね、サンダーストラックもゴラッソも。ちょっとこのカードもかなり期待やね。あ、いやでも強いね。今のいいね、フィジカルで。で、ちょっとでかいでしょ。今週？あ、惜しい。で、一応このカカはやっぱ今週じゃなくっても逆足5になってるから、それがでかいね。おお、シュートスピード速い。それがでかい。やっぱ今週だけしかないっていう選手じゃないから。あ、惜しいね。 OK、 それはテオが見てるよ。怖いな、ちょっと挙動が危ない。いよ、あ、カカ、こうなったらもうカカのもんよ。 OK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 、 こうなったらカカのもん。トラップもね、うまいからナイスよ。で、単純に速いです。速さも普通にあります。なんかスムーズに相手を置いていけるような感じがあるな。で、スキルも5で、テクニカルのプラスついてで、逆足も5。倒し。相当強くなってる気がするぞ。カカ。
ナイス。あー、おーおーおー、どっか行ったぞ。ナイス。さあいいぞ、さあ来たか。いいよいいよ。あとフィジカルがあるっていうのも素晴らしいです。フィジカルがあるということ。カカカカ惜しい。メルテンス。いやカカいいね。あのだいぶ軽くなってる。ドリブルがしやすくなってる。あれ強いぞ普通に。惜しいね。ナイス。オッケー、オッケー、ナイスナイス。いいよいいよ。うん、全然なんか持てるカカになってる。もたつきがないというか、あんまり。オフじゃない？いいよ。あれ？あ、いいね。勝手に取ってくれる。軽くなってるぞ、比較的。あ、カカ。こうなったら？ PK ないか。惜しい惜しい。逆足5やったけどね。ちょっとビセクが寄せてきたんで。あ、今週？あ、今週？あ、惜しい。なんかちょっと臭さあるぞ。なんかずるいぞ。強い選手はずるいからね、基本的に。あ、惜しい。強い選手は基本ずるいぞ。ずるさで来とるからね、全員。強いやつはほらほら、うわ、ロナウジョね、全員ずるさで、おお、ナイキ。強いやつは全員ずるさで来てるからね。いいぞいいぞ。そのずるさが若干見られるぞ、カカにも。同じような匂いちょっとするぞ。まだフィジカルが強いから、まあ当たり前っちゃ当たり前な感じもせんでもない。ナイス。あ、惜しい。ナイス。来た。いや、フィジカル勝て。あ、惜しいね、ボヌッチに。ボヌッチも強いよ。うん。うん。ナイスだ。いいね、カカ。置いてけ、置いてける。いやー、レッドか。ビセック相手にね、あのスピード見せれたんやったら素晴らしいですね、カカ。あ、でもセッターはついてないか、多分。どう、こんぐらい来たんちゃう、来たんちゃう。入った、カカ。カカ、あれ、カカ強いぞ。え？なんか結構強いけど、あれ結構強くない？トラッパ、まパスがちょっと鋭いパスしかないっていうのがちょっと残念。あ、セッターついてんのか、白でついてんのか、一応。でもなんかちょっともうついてんのか、プラスがすごすぎるだけか。あれでもなかなかいいんじゃないの、普通に。なんかめちゃくちゃ強いけど、カカ。あれカカ、まさか強いカカこんばんはしてる、これ。強いカカがおはようと叫んでる、これ。まあ中盤の選手で使うっていうのもまあなしではないか。あ、惜しい惜しい。ちょっと角度がね、角度がちょっと厳しい感じはありましたんで。いや、惜しい。え、でもちょっとずるいよね。
ちょっとずるいぞ。あ、ナイス。カカ、カカ強っ。待って、カカめっちゃ強化されてますやん。めっちゃ強化されてまんがな。シュートも全然決めてるからね。あ、ロナウジオ、もうロナウジオの時代終わりだと。で、ここ鋭いパスね。あ、ちょっといいパス通ってるもんね。あ、惜しい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 。あれ、これフッティーズでちょっと最強のカカ来てない。最強のカカ爆弾してる。逆語。あ、決めれんか今の。まあまあまあ、しゃあないしゃあない、まあしゃあない。あ、惜しい、おい、どんどん打ってこいよ。いい惜しい。まあ若干ね、あのもうむちゃくちゃ軽いっていう感じではないけど、普通にあの軽さは持ってます。でテクニカルもめちゃあるし、まあまあでも軽い方か、軽くなった方か、だいぶまあ持ちやすく普通に持てるようになってますよこのカカは。あ、惜しい。あ、惜しい。なんかちょっとずるさなんか出てきたか。ずるさが失われた。使いすぎ、スタミナない。あ、でも早いのよね、普通に早い。カカー、やっぱね、ラピッドのプラスがあってね、なんか結構早いんよね、本当に推進力がある。リアルカカ、これリアルカカです。リアルなカカ、リアルに強いカカ。あ、惜しい。レイテンがもうむちゃくちゃ転げ回ったけど。あ、惜しい。強いですね、全然強いな。多分ね、使用感的にはあの多少のなんかそのデカさの割デカさがあるから、若干なんかよっこらせ感がある時もあるんで、ロナウジーニョかな、同じブラジル、ちょっとロナウジーニョに似てる感じがするね。あとは誰、ヌニェス、ヌニェス誰だろうな。そのむっちゃでかいわけじゃないんやけど、普通に身長もあるっていう選手、誰かおるかな。ああ、もしね、まあ、もうスタミナがないんかな。今のはちょっとぶち抜いてほしい感じはあるけどね、ちょっとスタミナがないのかもしれない。うん、ナイス。誰やろうな、ちょっとでかいというか、185ぐらいあって、ST。 おいいね、その分フィジカルあるから。カカ強いよね。いや強いよね普通に。いや強いよね普通に。いや強いよね、普通に強いよね。あの体勢決めれるのって、シュート能力別に上げてないからね、これで十分やね。ドリブルに振った方がやっぱいいっすね、エンジンの方が多分絶対いい。いや強いよね、普通に強いよ、めちゃ強いよカカ。あ、取れないか。ナイス、よい強いよ。あと守備の時に若干フィジカルも生きると。カカちょっと今頭押さえたんちゃうか。あ、ベリンガムか今の、ちょっと頭押さえた、大丈夫。おっと、ナイス、ファビーニョ。いや結構、さすがフリット。あ、惜しい惜しい。まあベグとかよりは全然。あ、ちょっとスタミナなくなってきた、ちょっと重くなってきたぞ、ちょっと重くなってきたよ。
あ、ナイス、カイル・ウォーカー。カイル・ウォーカーは元気です。あ、惜しいな。でもね、多分近いのは本当ロナウジーニョ、今思いつくのはロナウジーニョぐらいですね。うん、ナイス、惜しい。They've created so many chances with some brilliant attacking play. I think they've looked an outstanding team today. ああ、惜しい、いいよいいよ。まあ、的確なパスとかがあればより良かったかなと思いますけど、それ以外は普通にこう地上戦の選手としてはなかなか素晴らしいんじゃないかな。よくね、その体勢から決めたっていうシーンもあるし。ナイス。で、あとは速さ、速さもね、別にあるし。惜しい。おわ、惜しい。まあ比較的ちょっとデカめな選手でもいいっていう人はいいんちゃうの、これおすすめなんちゃうの。結構結果は残してくれたよ。何点決めた ?8 点決めた ?7 点か。シュートめちゃめちゃ打っとるな。17本打った。いいんじゃない?普通に。いや、強かったですね。現環境の中でも、うん、トップクラスに入るんじゃないかなっていうぐらい、かなり強化はね、されてますし。あとまあ、ST で、左ウィングにも多分置けるのかな。と思いますんで、うん、作ってみてもいいんじゃないかなっていう。ただまあ若干高いかな、75万っていう値段でも、その価値はあります。普通に100万ぐらいしてもおかしくないぐらい、うん、強さはね感じれるので、素材にね余裕がある方は非常に作ってみてもね、いいんじゃないかな。あまり損しないんじゃないかなというふうに思いますね。ぜひね、気になる方は作ってみてほしいなと思います。で、それでは今回これで終わります。いいなだったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。